はい、どうも、こんにちは、しまです。はい、もなかやわです。はい、えー、ではね、えー、それではね、早速、予想の方を始めていきたいと思います。今回予想をさせていただきたいレースは、高松の宮記念です。はい、春の G1 初戦、中京芝1200メートルで行われる、短距離スプリント戦線ですね。はい。 今年の春の一番を誰が飾るかという部分でございます。はい。はい、えー、それと同時ですね、えー、今週ですね、G1 ですので、えー、火曜日にですね、データ編を上げる予定でした。本当は。ですが、ちょっとですね、えー、私にですね、身内に不幸がありまして、まあ、法事の関係で、えー、ちょっとドタバタしておりましたので、 えー、録音と、まあ、録音ができなかったという部分です。えー、春のね、まあ、G1 初戦で、ま、こういった形になってしまいまして、はい。だと、楽しみにね、して、楽しみではないですね。参考にね、毎回させていただいた方結構多いと思いますので、えー、大変申し訳思っております。すみませんでした。はい。えー、まあ、そうですね。まあ、 まあ今回はね、こういう身内の話でしたので、まあ、ちょっと対応がしきれなかったっていう部分が、ちょっと大きかったの部分がやっぱり大きいので、はい。まあ、次はね、このようにないように、えー、しっかりね、えー、予想の方上げさせていただきたいと思っております。はい。はい。えーね、それではね、えー、気を取り直して、はい。足切りデータの方なんですけども、はい。えー、大変申し訳ないんですけども、足切りデータの方が今回ないです。 はいまあまあ、理由は、1つはですね、まず3年間のデータしかないっていう部分ですね。はいちょっとですね、えー、あと、調べきれなかったっていう部分ですね。はいまあ、ちょっとドタバタしてたのが、そのが原因なんですけども、はいまあ、ちょっとでやる、調べる時間がね、もうちょっと少なかったっていう部分になりましたので、まあ今回は、えー、仕切りデータの方はなしにさせていただきます。 はい。えー、まあ、その代わりにですね。まあ、先週のね、えー、どういった系レース内容だったかっていうのをね、ちょっと、あと、久々にですね、海外からね、馬が、こう、走りに来てくれてますので、まあ、そういった馬のね、話をさせていただこうかなと思っております。はい。まずですね、まあ、先週のレース結果の内容なんですけども、中京に限り、中京の話ですよ、もちろん。はい。えー、先週ですね、 勝ち馬はすべて逃げ馬と先行馬でした。追い込み、差し馬は、まあ、届かずという、えー、傾向でした。まあ、完璧な前残りの傾向にありますので、まあ、かといってですね、まあ、3頭とも、まあ、3着以内に入った3頭ともが逃げ馬先行馬だったっていうのは、ちょっと少なかったんですけど、追い込み、差しもね、届いてきてはいるんですけれども、やはり勝ち馬までは届かずという、 えー、内容でした。まあ、今のね芝ない、芝がね、とてもいい状態にあるのではないかという部分だとは思います。まあ、今回もね、えー、そんなに変わらないのかなと、えー。中間ですね、今週の中間にほんの少しだけ雨が降りました。はい、まあ、まあ、ビビたるものですね。まあ、そのね、もうね、黄砂がひどくてね、もう車がね、 泥だらけ、泥、砂だらけになっている馬は結構、あ、馬じゃないわ。うん、車がね、結構多かった形になりますので、ほんの少しだけ降ったような形です。ただですね、そんなにね、えー、影響はないかと思います。はい。まあ、なのでね、今週もかなりいい馬場の状態で走れるかと思います。はい。はい。えー、で,ではですね、えー、次ですね、海外馬の紹介ですね。はい。 えー、海外版の紹介させていただきます。はい、えー、今回1頭だけ登録しています。はい、えー、名前の方がですね、エアロベロシティになります。はい、0、え、0、ー、馬の7歳です。まあ、登録は、えー、香港の競馬場になります。はい、えー、16戦8勝。主の勝ち倉は、まあ、去年のですね G1、えー、香港スプリントの勝ち馬でございます。はい デビューはですね、生まれ育ったニュージーランドでデビュー戦を飾っております。はい。でですね、まあこの馬はですね、はい、まあ基本的に先行逃げ切り型、まあ先行が逃げ切るか、まあどっちかの選択肢が王道の勝ちパターンになっております。はい。出遅れすると大敗するっていう形は、えー、ありますので、まあその辺は出遅れなければという部分だと思います。自分の勝ちパターンに持っていければ勝てるという馬になりますね。はい。 で香港のね、重傷を、まあ、しっかりね、えー、高成績を残している馬でございますので、まあ、実力派ですね。はい。で、香港スプリントに、香港のね、スプリントに関しては、日本よりもやはりレベルが高いというイメージがあります。ただですね、高夏の宮記念に来る馬はね、大敗、どんな強い馬でもね、大敗しているイメージしかないんですが、まあ、レベルは日本よりも上だそうです。はい。 まあ今年はですね、まあどういったね、あのー、形の経緯でね、日本に来てるのかもちょっとわからないですけども、まあ普通だったら、まあ同じね、時期にか、同じ時期でね、ドバイで、あのドバイワールドカップデーになりますので、まあその地の方にね、招待は受けてるはずなんですけども、まあそれ蹴ってここに来たような形になります。はい。ね、やはりね、一番気になるのは、香港は右回りなんですが、えー 中距離のコースは左回りです。まあ、適性についてはですね、デビュー戦がですね、アワプニ競馬場というニュージーランドの競馬場なんですが、ここは左回りだそうです。はいなので、走ったことないわけではないという、まあ、遠い過去の話ですよね、デビュー戦になると。はい、まあ、まあ、ないとは思いますが、まあ、ただですね、まあ、そこよりも、香港の、まあ、シャティン競馬場なんですが、 まあじまあ、重症大きな、ね、レースをやるとこなんですが、<laughs> はいまあ、そこのコースは平坦なので、旧、まあ、坂がある、ここ、中京競馬場の日本のコースですね、はい、に適用できるかというのが、やはりポイントになってくると思います。はいまあ、先ほども言いましたが、位置取りはまあ先行逃げ切り型になりますので、今の馬場状態にはとても合っていると思います。 まあ、坂をどれだけ登りきれるかっていうのがポイントになってくるので、まあ、なかなか難しいところだと思いますが、まあ、ドバイを蹴ってね、ここに来るという部分は、まあ、輸送面も,かも考えてたとは思います。はい。で、このメンバーであれば勝てると。ね、まあ、今回ね、1、2番人気にね、押されるであろうストレートガールが出走して、前走をですね、 香港スプリントに勝っていますので、まあそういう面もね、えー、物差しがあって、まあここに出走してくるのではないかと思います。はい。まあそんな感じでね、えー、外国人、あ外国人、えー、外国の馬の紹介を終わりまして、はい。えー、それではね、あのー、僕の予想の方ですね。はい。高松の宮記念の予想の方入らせていただきたいと思います。はい。えー、今回ですね、 1、えー、一番手ですね、僕の本命です。はい本命は17番のコパのリチャードを挙げさせていただきます。はい、えー、前走ですね、阪急杯6着、前々走は阪神カップ2着でございます。まあ、なんといってもですね、まあ、この馬、まあ、前走成績というふうに去年の勝ち馬ですからね。はい まあ,リベあの、ディフェンディングチャンピオンという部分で、一番手に選ばせていただいたような形です。はい。まあ、前走の阪球杯。まあ、ちょっとね、あのー、なんていうんですかね。なんで負けたのかがね、微妙なところですよね。4コーナー回ってからいい位置につけてましたし、手応えありそうだなと思ったんですけど、直線向いてからがもう一切ダメでしたね。はい。まあ、陣営側も、 よく分からなかったっていう部分と、助手さんがですかね、確か忘れたんですけども、折り合いがつきすぎたんじゃないのかっていう、ちょっとこう、カーっていう、こう熱くなるような、やはり、もともと怒りっぽいような性格らしいので、まあ、その辺あたりが出てきたのではないかという部分だと思います。はいまあた まあそうですね。まあその辺あたりがね、ちょっと気になる部分ではありますが、まあ今回なんで一番手に挙げたかというとですね、まああの、調教内容もね、とても良かったです。まあこのぐらいあればね、あの、十分ね、勝ち負けできるで,でしょうし、なおかつですね、今回先週、この間のね、半球杯の成績が悪かったので、人気を落とすと思います。はい。まあなので、 まあ、この人気を落としたところを僕は拾いたいなと思ったんで、まあ一番手に当てさせていただいたような形ですね。まあちょうどいいオッツにもなるでしょうし、まあ、ね、せっかくね、あのー、同じ馬主さんの馬がね、はい、コパのリッキーの方がですね、えー、連覇を達成したので、まあこのね、リチャードの方にも連覇を達成していただきたいのかなという、ちょっと思いも、変な思いもあるんですが、はい。 まあ、その辺あたりがね、えー、一番、えー、大きく出て、まあ、まあ、お的にもね、美味しいので、ここあたりをちょっと1番手に上げさせていただいたような形になりました。はい。えー、次、2番手ですね。はい。えー、13番の大和マジョーレを上げさせていただきます。えー、前奏半球杯1着、前々奏が半身カップ3着ですね。はい。まあ、前奏内容はね、もうほぼ完璧でしたね。はい。 ここからね横の回ってか差し切るようなあの形ですね。はい、もう完璧というほかないと思います。はい、はいいまあ今回もね、えー、安上がねミルクコ・デムーロジョッキーが乗るっていう部分もねかなりプラスになります。はいまあ、で調教もですねとても良かったですね。僕が見る限りですけどね、はいまあ、動きも良かったですし、タイム的にもね全然問題ない動きはとても抜群だと思いました。はい なのでね、今回ね、まあ確かにね、ちょっと後ろから飛んでくる馬ですので、はい、その辺あたりがね、まあちょっと気になる部分ではありますが、えー、もしね、前の方の馬がですね、まあ今回逃げ馬が何と思いますんで、は、ハイペースになった時ですね、なった時に、ああ、こういう馬がね、飛んでくるケースっていうのはね、よーく考えられるケースだと思いますので、 まあ1番ね、この馬をね、2番手に選んだような形になります。はい。まあ、普通に、ね、こうダイヤマンジュでもそろそろ G1 ね、えー、この間のね、一、えー、走前の内容であれば十分にね、G1 の勝ち負けができる。で、しかも今回は王者不在のメンツになりますんで、はい、十分ね、こう勝ち負けできるのではないかと思い、えー、2番手に挙げさせていただいたような形です。はい。 え次ですね。えー、3番手。8番のアンバルブライベンを上げさせていただきます。えー、前走シルクロードステークス1着。前前走ヨドの短距離ステークス2着でございます。はい。あのはいらなかったですね。ヨド短距離ステークスですね。<laughs> はい。まあ、この馬を選んだ理由は、まあ、ただ一つですね。えー、今が前残りの傾向にあるという部分を考えて、 真っ先に逃げるだろうという馬を1頭を選ばせていただいた中で今、充実期に入っている逃げ馬はこのアンバルブライベン1頭だけになりますのでこの馬を選ばせていただいたような形です、はい、でやはり牝、えー、馬になりますのでハンディ差が、ね、やっぱ2キロつくっていうのの部分は、ね、大きいと思います、はいまあ、このご時世牝、ね、馬は結構有利に働く傾向が、ね、多いという部分もありますので でしかも別に牝馬、ボバ関係なく勝ち負けできるレースだと思います。はい。まあ、なのでね、まあ、このまま逃げ残ってくれるだろうという部分、今、力、油が乗っている時期というふうに考えれば、問題なくね、走っていただけると思います。はい。えー、やはりね、牝馬は1周前多いキロうやっぱりチェックしなきゃいけないので、まあ、チェック、1周前追い切りをチェックしました。もうね、抜群のね、文句ないタイムでした。はい。 しっかりね、一杯に追われてたんですけども、もうタイム自体に文句がないです。ちょっとね、タイムはここではちょっと言えないんです。言えないので、なんとも言いようないですが、別格の破格のタイムを叩き出してましたので、まあ、今回も、ね、しっかり勝ち負けができると思います。はい、まあ、ただ、先行ね、えーこの、この馬もね先行逃げ切りタイプの馬ですので、まあ、そういうスタイルが守れなかった時に大崩れする可能性と、ハイペースになる可能性もあるので、 ま、その辺あたりがね、ちょっと気がかりではあるような形だと思います。まあ、その辺を入れて、まあ、3番手に選ばせていただいたような形です。はい。えー、最後ですね。まあ、ちょっと穴っぽいとこを選ばせていただいたつもりです。はい。3番のローブティサージュを選ばせていただきました。えー、前奏半球杯3着ですね。はい。えー、前前奏軽半杯14着です。はい。まあ、まあ、穴っぽい。まあ、前奏内容から 見ればね、穴っぽくはないんですけども、まあ、やはりゲート嫌う傾向が高い馬ですので、まあ、その辺あたりですよね。まあ、しかもね、この馬かわいそうなことにね、軽犯犯の時にね、もうなんか動物虐待なんじゃないかっていうぐらいの、ね、ことを受けてましたからね、まあ、あれはお役所仕事なので仕方ないのかなと思いつつも、やはり 一競馬ファンとしてはね、ちょっと腹渡がね、煮えくり返るような話でしたが、まあ前奏、見事な復活劇と言ってもいいと思いますね。はい。半球杯の内容は素晴らしかったと思います。はい。まあその辺を加味して、やっとこう走れるようになったって部分であれば、十分にね、こう G1 でもね、このメンバーであれば間違いなく戦えるメンバーなので、ここはね、しっかり勝ち負けならず、 もう一気に上位を目指してね、頑張っていただきたいなという部分だと思います。はい。はい。えー、まあこんな感じでね、えー、予想の方を終わりまして、はい。買い目ですね、僕の。はい。まあ今回もですね、3連服のフォーメーションで買わせていただきます。はい。えー、17番のコパノ・リチャードを、まあ1等軸という形にしまして、えー、2着に、 えー、3番、8番、13番。で、3着の解答解目のとこですね。はい。3番、8番、13番、2。4番、6番、16番、18番。っていうふうに買わせていただこうかなと思います。ま、あ、計18点ですかね。1、2、3、4、5。そうですね。はい。サブ6、18。18点ですね。はい。ま、あ、そんな感じで買わせていただこうかなと思っております。はい。えー、 まあ、追加でね、買う、えー、まず4番のエアローベロシティですね。はい。まあ、前目で競馬できるっていう部分、今の馬場にはあってそうだなっていう部分で。まあ、ただ、ネガティブなこと、プラスですね、まあ、香港馬のね、こう、大敗が目立ちますので、来る時どんな強いまでも、っていう部分ですね。まあ、あと自分の競馬ができなかった時に大敗をしてしまうっていう部分ですよね。まあ、初めて走るコースですし、 初めて来る日本でございますので、まあ、その辺はちょっとね気がかりで、まあちょっと一応抑えで一応買っとこうかなという部分になります。はい、であとね、えー、6番のサドンストームですね。はいまあ、前走半球杯4着、シルクロードステークス2着ですね、はい。まあなんだかんだ言ってね、アンバルブライベンが出るときはね大体セットで2着だったっていう馬なんですけども、 まあ、勝ちきれないですね。やはり後ろから来る馬ですので、届かなかったっていうケースがものすごく多いです。ただですね、上がりは基本的に最速で来るので、まあ、直線のね、長い、この、中距離のコース、今ね、ちょっと前残りがね、ちょっと激しいですが、前半っていうか、まあ、ハイペースでね、来てね、まあ、前の方ね、先行逃げ方のね、馬がね、足が溜めれなかった時、 この馬はね、もう簡単に飛んできて馬券をから,すかつらっていくと思いますので、はい、まあ、そのためね、抑えとして、まあを、この馬を選ばせていただいたような感じです。はい、えー、次ですね、えー、16番のミッキー・アイルですね。はい、えー、ミッキー・アイル、阪、ま、神、あ、阪神じゃない、阪急杯ですね、前走が2着っていう形ですね。まあ、やっぱり自分のね、やっぱペースが守れないと、やっぱ大崩れ、まあ前の方で走りますからね、ただ、 前走の客室転換的な走りですよね、はい。今まではなかった、ちょっと抑えて、4カード4番手で回ってますので、好、はい、位につけて走れててで、今この結果がついてきたっていうのは、いやかなり大きな成長だと思います。はいまあ、今回はハ波論ね、あのー、少なくなるんですが、結構面白いんではないかなとは思います。まあ、ただ人気はしますから、まあ、その辺あたりが。まあ 馬券の妙味的にはちょっと薄くなるかなと思います。はい。まあ、た、そこはもう外に入りましたからね。まあ、プラスのね、ことを言うんであれば、えー、ここ3年間のデータですが、えー、コース変更あってから3年間になりますから、えー、3年間のデータ、えー、基本的に5着以内には8枠の馬が入ってきてますね。はい。去年は1頭2着に入って、 おととしは、えー、4着、5着が、えー、8枠の馬。で、3年前は、えー、2着に8枠の馬っていう形なので、まあまあ、濱と年のようにね、絡んできているっていう形になるので、枠についてはね、そんなにね、気にする必要性はないのかなと思うんですが、まあ強いのが3人入りましたからね、8枠。まあ、どれか1頭入っても構わないんじゃないかという部分だと思うんですが、はい。まあ、ちょっとね、まだ見っ着える、 の良さがどこで走るのかが、ね、ちょっと不安要素がその辺がありますので、まぁ、あ、今回はね、ちょっと、まあこう、押さえとして買わ、わまあ一応押さえとしてだけは買わせていただこうかなと思いました。はい。で、最後ですね、追加で買う、えー、18番のストレートガールですね。はい。まあ前走の香港スプリントね、文句なし、またただ届かなかったっていう部分がね、ちょっと 仕方がなかったかなと思いますし、まあ、全然そのね、スプリンターズステークスも2着で、しっかりね、まあこれも届かなかったっていうケースなんですが、まあそのリベンジを香港スプリントでリベンジしてますんで、まああんまりね、こう、問題ないかなと思うのと、もう早くさっさと G1 取れよっていう部分がね、やっぱり、全走っていう部分がね、ちょっと大きいかなっていう部分だと思います。はい。まあ今回もね、 何の因果かね、ここ、大外枠に入ってしまったので、はい。まあ、ただね、まあ、ネガティブなこと言うなら、大外枠のね、8枠の、まあ、まだ、ね、この3年間、勝ち馬を出してない、馬券には絡むけど、出してないっていう部分がね、ちょっと大きいの、部分がね、あのー、気になる部分、そんなこと言ったらね、俺が一番手に挙げたコパのリチャードもそうなんで、なんとも言わないですが、まあ、休み明け全然走るタイプですし、 状況、とても良かったです。はい。ですね。はい。まあ、僕が気になるのは、やっぱりどうしても後ろから来る馬ですので、まあ、その辺がね、割引させていただいて、はい。えー、ちょっとね、印の方はね、ちょっと回さず、買い目の方だけで買わせていただこうかなと思いました。はい。はい。まあ、そんな感じでですね、えー、予想と買い目の方は終わりにさせていただきます。はい。 いや、はやはや、本当申し訳なかったです、本当に。はい、えー、ねい,いつもならね火曜日にアップする予定なんですけども、まあ、ちょっとね、えー、まあ本日ちょっと入ってしまったんで、はい、ドタバタ感はちょっと半端じゃなかったんですけども。はい、はいいまあ、そんな感じでね、まあ、今回のこういう形でね、ちょっと締めさせていただこうかなと思うような形です。はい 来週はね、えーまあ、ちゃんとね、しっかりデータを、えー、今のうちからね、見比べてデータをチョイスしておきますので、はい、よかったらね、えー、来週の方も見ていただけたらと思います。はい。なかなか聞いていただきありがとうございます。参考にしていただけたら幸いです。ありがとうございました。